TC 楽器アコースティック売り場、ただいま絶賛高額買取中です。どんなモデルでもお持ちください。ご来店お待ちしております。純粋なギタープレイヤーの人も喜ぶと思うよ、この話は。そうですね、じゃあ信じて弾いてていいんだ、みたいなね。こんにちは、TC 楽器の下です。こんにちは、アコースティックベース担当内藤です。レアですね。確かにこの並びでこの2人で撮るのって対談動画はなかなかないです。初めてじゃないですか。初めてかな。土曜会でよく出てるから違和感はないけどね、隣にこうやっていること自体が、ね、そうですね。今日持ち込みですか。そうです。はい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 。僕はアコースティックギター担当なんですけど。やってますね。はい、うん、で普段打ち込みもやってるんですよ。打ち込みで音楽を作るっていう、うん、あ、内藤自身のミュージックライフ、という点で言うとまあ演奏するというよりか打ち込みの方が多いのか。作曲、そうですね、作曲、ね、はい、うん、DTM っていう、まあ、パソコンで作る音楽、音楽アコースティックギターフロアとはもうねその対だよね。そうですね、対の関係にあって、うん、どっちも勉強できるっていいね。そうですね、うん、確かにアコースティックギター弾いてて思うこともあるし、うん、環境が全然違うんだね、じゃあ普段とね。そうなんですよ、はいはいはい。まあ担当やってるんで、うん、思うんですよ、やっぱ打ち込み音源、はいはいはい、アコースティックギターの音源、はい、ありますよ。進化してます。あ、やっぱ進化してる。進化してます。え、どんどん進化してる。どんどん進化してます。やっぱすごいんだ。ただし、うん、それでいいんかとそのいいんじゃないの、打ち込みの人は。だ、僕はそのアコースティックギターにそんなに触れる前までっていうのは確かに思ってました。打ち込みで十分じゃない？はいはいはい。でもそうじゃないじゃん。やっぱ触ってみないとっていうところもあって。あ、なるほどね。じゃあ打ち込み音源のメリットとデメリット今日お話ししたいなと。あ、打ち込みと生アコギのそれぞれのいいところ悪いところというか、どっちも知っているからこその真面目な話ね。そうです。うん、うん、もう結論言うとアコギ持っとけっていう話なんですけど。あ、そうなんだ。やっぱ打ち込みには何限界があるってこと。まあ、それはこれからちょっと話していこう。ああ、わかりました、はいはい。はい。じゃあちょっとメリット。うん。。ちゃんと用意してきたんだ。はい。まあ、あげればキリがないんですけど、はいはい。メリット4つと、デメリット2つ。打ち込みのね。はい。をお話ししたいなと。はい。まず、メリット。1つ目。うん。録音機材が必要ない。ああ、そらそうでしょ。そうです。アコギ大変だよね。アコギはね、まあ、いろんな取り方あるんですけど、少なくともマイク2つは必要。立てなきゃいけないから、ね。そう、最低限。まあ、ステレオ録音なのか、どうかにしても。まあ、1つでもいい。いけないこともないんですけど、ガチ現場だって、ね、空間ごといろいろやるわけですよ。そうなんですよ。で、自宅で録音すると生活雑音が入ってくる。うん、それが打ち込みだとまず必要、まあそれはないです。なるほどね。だからそういう環境を整えなくていい。はい。2つ目、はい、多様な機種が使える。ああ、なるほどね。 J45、 そう、 J45、 ハミングバード、マーチン、 D45、 D28。 え、それってね、やっぱさ、ちゃんとそれっぽくなってんの今のやつって。機種による、本当に。ああ、本当だから、何これってのもある。あります、あります。し、あ、本当にそのトリプルオンの音、あ、それじゃんみたいな。マジでそれっぽいじゃんっていう。ガチの卓録機材はすごいのあるんだ。あります。へえ、それ気になるわ。まあそれじゃ多様なのかね。そうです、うん、でそれがまあ打ち込んだ後でもすぐに切り替えられる。あ、そっかそっか。そうなんですよ。パート打ち込んでそれを音源に合わせて、あ、じゃあちょっとマーチン風にしようかな、あ、もうちょっと泥臭くギブソン風にしようかなってできるわけ。それはできます。ああ、いいね、いいね。それはいいところ、メリット、本当にメリット。で3つ目、うん、打ち込んだ後にマイクの位置を変更できる。なるほどね。そのマイクのシミュレートができるからね。そうです、うん、結局生で撮るともう空間を決定されてる。で、後からリバーブを足すことはできるけど、うん、空間の鳴りを消すことって結構難しくて。ああ、削ぐのはね。そう、削ぐのは難しい。それが打ち込みだと後から変更できる。できます。で、4つ目、はい、これはね、ちょっとメリットに入れようかどうか迷ったんですけど、はい、楽器数が多い曲ならば違和感はない。ガーッといろんな音鳴ってる。鳴ってる。上物いっぱいいる。いる。アコギがさらっとこうバッキングで鳴ってる。で、音小さめにしてって、うん、かろうじているな。それだったら OK、 もうそれはメリット。なるほどね。で、その音源におまけ程度でなら気軽に入れられると。入れられる、アコギというものをね、はいはい、っていう4つのメリットお話ししました。打ち込めちゃう人にとってはね、そうなんです。それでもういいじゃんってね、はい、まあ実際なってる人はいる。予算の関係とかあると思うんですよ、うん、いくらでやってっていうのは言われるんで、うん、その中で、まあ、スタジオ行って、まあ、マイク借りてエンジニアさん雇ってっていう中だとやっぱどうしてももうそこで打ち込みで済ませなきゃいけない。アコギのそれにちょっと避けないよってなっちゃって。そうそうなんです。現場によってはね。エレキギターとかだと割と卓録が簡単にできるんで、させるからね。そうそうそう。そこがやっぱアコギとさエレキって決定的な違い、そこだよね。違いがありますね。そのライブとかいうよりもさ、録音においての差がでかいよね。でかいです。やっぱエレキはさせるもんね。させますね。で、今アンプシミュレーターよくなってるじゃん、はい、
すごく、ね、むしろ歪んだ音源で渡されるより、うん、クリーンで渡された方が楽だったりする。そうですね、 DI でもらって、うん、後でまあちゃんとしたアンプ使うにしてもリアンプっていう作業ができるんで、もう直のデータくれてもとりあえずはいいよみたいな、ね、そうですそうです。エレキはね楽だね。エレキは楽、もう依頼もしやすいそうそうでね、ミュージシャンの人が家で早いっつってね。そうそう、ま、実際そういうのが今多いんだよね。多いです。出回ってるさ、有名な今売れてるアーティストのあの曲とかもさ、はい、ギターは家で撮りましたで多いもんね。うん、でやっぱ世に回ってる音源はエレキはやっぱ生がほとんど、もう打ち込みっていうのはほぼないんじゃないかな。ああ、なるほどね。打ち込みで、その一つの曲を作る。まあ、あるにせよ、数は相当少ないと。もう、エレキに関しては打ち込むより入れちゃった方が早いんだろうね。早い。楽だしね。早い。あとやっぱね、ニュアンスもものを言うだろうし。そうなんですよ。まあでもそれでも言ったらアコギもそうじゃないの。アコギはね、お金がかかるんです。じゃあ妥協してることが多いんだ。多いですね。へぇ。今、現場レベルの話で言うと、打ち込み音源のデメリット。うん、あ、デメリットね。言いますよ。はいはいはい。生アコギのメリットとも取れる部分が出てくるわけ。そうですそうです、はいはいはい、裏返しなんで、うん、まずデメリット一つ、はい、生っぽくするにはかなりの時間が必要。やっぱむずいんだ。むずいです。パッとやってパッとできるもんじゃないと。結局その、うん、コードを抑えるにしても、うん、ギターとピアノのボイシングって違うんで、はいはいはい、この C をドミソで弾いても、うん、それじゃないんで、いわゆるジャーンってやった時にドミソが鳴ってるわけじゃないじゃないですか、上から。他の雑音もあるし、あるし、だから正確であると一気に鍵盤っぽくなるもんね。そうなんですよ。アコギとかのそういう打ち込みのあれってね。で、そのタイム感、うん、一気になることって絶対ないじゃないですか。同時にはなんないね。だそれをちょっとずらしていく作業。それやるんだ、やっぱ。本気で打ち込みをやろうとしたら。やりますね。はあ。で今の音源だとダウンストローク、アップストロークがまあ切り替えられる。うわすげえ。ですよ。時代。でそれを使うのにそのミディでいうキースイッチっていう、うん、まあミディって基本的に楽譜なんで、うん、それに対して演奏の指示を与えてあげる信号があるんですよ。はいはいはい、それを入れてあげるとダウンストローク、アップストローク、プリングとかやってくれるんだ。そういうの。でまあやらせる。やらせる。その指示をしなきゃいけない。指示するのは大変だね。これはめちゃくちゃ時間かかります。本当に大変？もう本当に。そうですね、大変です。じゃあ弾いちゃった方がね、早い。そうなんですよ。はいはい、それで？で、うん、結局それを指示するっていうのは、うん、持ってないと構造が分かんないんで。ギター弾ける人じゃないと指示ができない。できないよね。できないです。どこでアップしたいかとか、うん、ここはじゃあフルピッキングにしたいのか、ハンマリングの音にしたいのか。そうなんですよ。ギターやってないと分かんないよね。でその E を指示したとしても、はいはい、その6弦で鳴らすのか、はたまたその5弦の E で鳴らすのか、うん、そこら辺の指示もやっぱ持ってないとその動き、なるほどね、ボイシングの動きがつかめないんで、本当に持ってないと弾けないと難しい。これは本当に生っぽく見せるためには、うん、じゃあアコギの打ち込みは、アコギが弾けないからアコギ打ち込みますは、はい、なかなか難しいってことだよね。難しいですね。簡単な打ち込み、うん、それこそその不自然な音源で良ければできちゃうけどね、すぐ。そうです。さっきのメリットで言った本当に小さい音でかすかになってて、うん、アコギいるなぐらいだったら弾けない人におすすめなんですよ。一応詰めはできるんだ。できますできます。今すごくなってんだ、やっぱ。やっぱそのそういう打ち込みのメーカーサイトに行ってデモ音源がありますと、はいはい、それを聞くともうまさにもう生と聞き分けはできないです。そのデモ音源作るのにどんだけ時間と苦労かかるえぐいよね。えぐいですね。相当なプロが寄ってたかって相当な時間と手間かけて作ったデモでしょ、それって。そうです。で、あるブランドでは、うん、弾いた音源を元にそれを耳コピして打ち込んだって言ってるんで、いやそれはもう弾いてんじゃん、一回本末転倒じゃんっていうなるほど、ね、のがあったりして、やっぱ、うん、そこはまだやっぱりちょっと勝てないかな。デメリットというか、まあ大変っていうのがね。そうなんですよ。技術を要する、時間を要するっていうのが。結局それやっぱり体験しないと、いくらその打ち込みでスキルを磨いてもやっぱ生楽器っていうのはある程度構造を知ってないと難しいところはあります。なるほどね。それはもうアコギに限らずなんですけど、まあまあそうだね。それは本当もうどの楽器もそうだよね。本当そうなんですよ。僕が一番怒られたのは、まあ、アコギとちょっと関係ないんですけど、うん、トロンボーンの打ち込みをしてて、はいはい、トロンボーンってこう本来こう滑らかにいくじゃないですか。だもんねそうだ、あの可変だからね、段階じゃないからね。そうなんですよ。それをトロンボーン打ち込みしてて、うん、フォールっていうあのパルルって
で、あのトランペットだとできるんですけど、はいはいはい、それをトロンボーンで打ち込んだ時にプルルルって言ってできねえよこんなんって言われたことがあって、いやそれもできないとできねえ、何やってんだとトロンボーン見たことあるか。でそれってやっぱトロンボーン知らないとそういうことがあって、そのまあ仕事としても滑らかじゃなくなっちゃうし、うん、まあ不都合は出てきちゃう、出てきますね。それギターでも同じことが言えるよっていうね。そうです。で今話をしてて、うん、ちょっとピンとこない部分も多分あると思うんですよ。というとそのメリットの部分、多種多様な、まあ、機種が使えるとか、うん、まあバッキング程度だったら使えるよとか、はいはい、どうしても生に勝てないよっていう部分、今話しててちょっと分かりづらいところでもあると思うんです。はいはいはい。なんで今日音源は用意してきました。お、ナイトが打ち込んだの？打ち込みました。アコギを？アコギを。それはすごい手間かけたの？これは手間かけてないです。そこまでできない。はい。まあ、手間さえかけちゃえばね。そうなんですよ。その、それなりにはなるけど、まあ、アコギなんか弾かなくても別に打ち込みでいいじゃん、ささっとできるし、うん、みたいな感覚、便利感覚で、もし打ち込みをやったらこんな感じになるよっていう音源を今回作ってきてくれた。はい。で、その楽曲に混ぜてなくて、まあ、楽曲の一部の音を抜き出してきたっていう感じ。ああ、アコギだけをね。パラデータで。はい、なるほどね。わかりやすくちょっとやって、うん、ってみたので、はいはい、津島さんに聞いてもらおうかなと。あ、聞く。はい。じゃあこれじゃあ今みんなさんにも聞こえるようにすればいいね。そうですね。一緒に出るように埋め込んでいただいて、はい、ちょっとじゃあ僕イヤホンで聞くんで、皆さんこれあのデータがそのまんまパソコンから入れたものが流れます。はい。一緒に聞いてください。お願いします。打ち込みね。はい、じゃあいきます。はい。面白い面白い。あれっすね、アコギまんまではないよ、うん、でもいや最初のアルペジオは結構すごいねって思った。あのギブソン系のアコギをシミュレートした音源、うん、へー。一応そのニュアンスっぽさはマホガニバックの感じは出てるなとは思う。近年の J45 みたいな、ね、あ、そうです、そうです。いや、あの軽いマホガニのシャリってした感じね、うん、あこれが本当にそのそんなに時間かけてなくて、うん、まあライトに打ち込んだものはこんな感じ、うん、なるほどね。で要するにその仕組みをそんなに理解しなくても打ち込めるところがここ。なるほど。いやー、まあ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 、そのね、例えばじゃあこういう曲作ったんで、聴いてください、あのコピーしといてください、ギター弾けるようにしといてくださいっていうデモには十分使えると思うんだけど、はい、うん、これを完成の音源に使えるかと言われるとちょっとやっぱ厳しいですね。無理がある。やっぱ和音が大変か。まあ、この音源に関しては、うん、その優秀なものではないので、うん、結局その同じ4弦を2回鳴らしてるみたいなことも起きてるわけですよ結局そこを指定してあげなきゃいけないと、はいはいはい、まあ本当に生に近づけるなら、なるほど。でそういうのはまあできるはできるけどすっごく大変だ。すごく大変だから、まあこれを打ち込みの限界だと思われるとまあそれはちょっと違うよって話にはなるんだけど、うん、ただその生アコギちょっと大変だから手軽に打ち込みで済ませましょうか、はい、みたいな、そういう時短とか手間を削ぐみたいな精神でさっとやるとこんな感じになるよっていう、ね、そうですね。もうこれでもさ生アコギ取りたくない、こうなったら。そうなんですよ、それが言いたかった。だから本当に生アコギは生アコギ大変なんですけど、うん、その打ち込みの大変さを僕はまあ知ってるんで、うん、ガチ打ち込みをやることを考えたら、うん、環境整えてでもアコギで取ろうよと。はい。今ピエゾもほらすごく結構優秀なものもあるじゃないですかやっぱ、うん、マイクタイプあれだったらその生活雑音もそんなに確かにね気にならないし、インプットでいけるもん、ね、いけます。
じゃあまあどっちの畑も見た結果、小木は小木でまあ小木だよねっていう、そういうことです。でその打ち込みの音って今後もどんどん良くなっていくと思うんですよ。はい、ただ結局それを操るのは人だから、ギターを理解してない人がギターっぽい息遣いの音源を打ち込むのはやっぱ限界があるよね。あります。どんだけ音が良くなっても、それを支持する人がこういう弾き方っていうのを理解してないと、ギターならではの息遣いっていうのは絶対打ち込みで再現できないよね。できないです。それが全部 AI がさせてくれる世の中にならない限りはね。そうなんですよ。まあ、そこまで行くのに相当な、まあ多分本当に時間かかると思いますし、今現状は生に勝てるようなメリットは僕は感じないです。なるほどね。本当にその打ち込みっていうのも場面場面でいろいろ使ってはきてるけど、その上で突き詰めてちゃんとした音源はやっぱりアコギで撮りたいよねっていう。撮りたいです。これなかなか今までない切り口だったんじゃないですか。うん、面白いね。でもじゃあやっぱアコギ不滅じゃないですか。そう考えたら不滅ですね。そのデジタル化に合わせて撮られていくものってあると思うんですよ。はい、でもね、多分ギターは結構長生きしそうだよね。そういうところで言うとね、他の楽器に比べて。そうですね。やっぱ結局そのこだわりが強い人はやっぱ多いのでそこはやっぱりまだ生が強いかな。じゃあまあ普通にギター弾きたいよって人じゃなくて、まあ作曲で打ち込みもちょっとやりたいと思ってんだよねって人も、はい、アコギぐらい1個買っとけよみたいなね。そうです。もっと来ようみたいな、打ち込みするとしてもギター持ってないと分かんないこといっぱいあるし、あとその気になったらアコギで撮った方がいいって話でそれが言いたかった。そうです。まあでも打ち込み、まあだからさ、そのナイトに関して言えばさ、正直さ、自分の経験値だけで言ったら、はい、ギターに触ってる時間より多分 PC で音楽に向かってる時間の方が長いでしょ。長いですね。その上でやっぱアコギでも生で撮りてえだって思うんだから、もうそれ間違いないんだよもう本当に俺らはギターしか弾いてないから、はい、いやそんなの撮りゃいいじゃん生でって思うけど、でも打ち込みガチ勢のサイドから、うん、それを言われたらなおさら、あ、じゃあやっぱそうなんだなみたいな。そうなんですよ。打ち込みの精度が上がってるしレベルが上がってるのを認識した上で、それでも大変ですよと、はい、打ち込みガチるのは、はい、それ考えたら弾いちゃいましょうよって。そうなんですよ。場所借りるの大変だけど、まあ、まとめて言うなら本当にアコギを1本買って、うん、練習してその方が結局お金の面でもプラスだと思うんですよ。あ、その何、そういう DTM で食っていこうと思った場合とかでも、そういう人がいたとしたら、でもアコギぐらいは絶対弾けた方が、弾けた方がいい、あらゆる面でね、うん、それはもう間違いないです。まあでもさ、有名な作曲家さんとかさ、はい、やっぱちゃんといいギター持ってるじゃん皆さん。あ、そうなんですよ。そこだよね結局。結局は僕は作曲なんで別に生楽器別に持ってなくてもって言ってる人いないよね。うん、うん、だからやっぱそこは証明してるよね世の中がね。だからもう本当に、うん、いわゆるダンスミュージックだったらいいですよ持ってなくてももう最悪いいっすよ。だってテクノだったり、ね、使わないもんそもそもギターの音を、うん、ただ生楽器使うなら生楽器は持ってましょうよ。あ、っていうのをちょっと改めて言いたいと、声高々に、うん、言いたかった。じゃあまあ打ち込み派の人なかなか難しいなと思うと思うんですよ、はい、ギターっぽくするの、はい、難しくて当然だと。そうです。なかなか難しいぞと。難しい。だったらギター買って場所借りてプロにマイク立ててもらって、はい、撮っちまいましょうと。撮っちまいましょうじゃあやっぱアコギ探しは TC 楽器のアコースティック売り場に来るしかないっていうことですね。そうですね告知で締めですかでその打ち込みに悩んでる人もそうしていただければ。でもそういうとこではね、お手伝いできるよね。できます、できます。こういう取り方するんだったらこういうギターでこうなりますよっていう提案はできるからさ、うん、確かに DTM の人ね、はい、じゃあアコギちょっと持とうか、こういう音楽やりたいんですけどとか、うん、こういう音取りたいんですけどアコギ必要なんですみたいなご相談あれば。そうですね、ナイトのとこに来てもらって。ぜひぜひ。面白かった。ありがとうございます。なかなか、でもギターを信じてギターだけに向かってった純粋なギタープレイヤーの人も喜ぶと思うよこの話は。そうですね、うん、じゃあ信じて弾いてていいんだ、うん、みたいなね。それは間違いないです。うん、じゃあみんなもうバンバン練習しましょう。練習しましょうパソコンに負けずに、はい、負けないように。僕も人のこと言えないですけど練習しますでも弾けた方がいいなって思っちゃうことは多いってことでしょ。だから普段そうです。やっててもうねえと弾けたら楽なのになって思っちゃう時はあります、ね、まあ想定したフレーズが自分で弾けないってこともあるんで結局は作曲家あるあるだよね。あるある面白いですね、はい、まあ特にねそういう生っていう印象が強いアコギですけど、うん、まあ打ち込みの世界もかなり進化を遂げてる中で
で、それでもやっぱり生アコギはいいぞという話でございますかね。そうです、今日はそういう話でした。久々に真面目な話した気がする。俺は最近の動画で、はい、非常に僕も勉強になりました。というわけでご参考になれば幸いです、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。マーチンギター大量在庫、最新モデルからプリウォーまで幅広く取り揃えております。ぜひお気軽にご来店ください。